あでもなんかマガラの立ちが大立ちそれからありそうな感じはするけど、マガラの立ち。それで飲むだろうな。うん。手伝しあれに。それはもう。どうやろう。ドライバーを。1キロぐらいか。まあそれ振って演舞することはもうない。こんなん来たらね、重さのあの感覚がどこから出てるか。はいはいはい。常に20キロ。まあ後ろ動画ないんでしょうな。壊れとるね。あ、壊れてるの？壊れてるの？壊れてる俺の感覚がな。あはいはいはい。どうなんかいくらでも壊れてる。まあそうね。まあでもそれ着てスケートするんだしってそうだよね、うん、俺着てスケートやっとんだね、うん、そりゃすごいわ、うん、写真撮るけあれやってみたいな。えスノーボード。スノーボード、おーみっちゃんなあ、やっとったな、ケチのみっちゃん、うん、じゃあなんかかっこよろしくやっとったじゃんなんか滑れるようになってみたいな、あれは、うん、面白そうだね、うん、仙台すごいよね。あそうだね、うん、あ仙台はな、よくやっとった、うん、ねえ、かっこいい、もうなんか毎年なんか行っとるじゃろ、うん、だってスキー場すぐ近くだし、蔵王がこの辺はないでな。まあ、リフカナ愛知県はあれじゃろ、茶臼山だけ、茶臼山だけ、うん、まあでも一つあるだけでも、天候らしいからな、うん、そこないところが多い、うん、これじゃ酒ファンにも泣かせるいつものことまあねまあね、まあ、えなんだっけ、茶臼山。あ、そうだ、スキーも質問やりたいという話。日本で一番スキー場多い都道府県どこかしら。長野。北海道。北海道、あ、そっか、広さが違う。200個近くある。へえ、うん、次が長野。おお、そうや、この日本だった本州だとダントツらしいな、長野は。ああ、うん、でしょうね、山しかない。山ばっかだもん。山しかないもん、そこ。岐阜も多いんじゃない。うん、うん、7番目だか、そこら。本日はご来場くださいまして誠にありがとうございます。お客様にお願い申し上げます。場内には本丸御殿、本丸御殿、上杉屋など多くの重要文化財がございます。こうした文化財を後世に伝えるためにも文化財を大切にしていただきますようお願いいたします。質の良いところが雪が良いと。え、北海道よりいいんですか？らしいぞ。へー、あの寒すぎる地域の雪というのは、うん、あのサラサラしすぎてるらしいな、湿気、うん、がなさすぎて、へー、だって逆にあの粉塵のように舞ってしまう、はいはいはい、視界が悪い、滑れないとあと柔らかすぎてもあるらしい。ちょうど長野岐阜あたりの降雪量が多いようなところの雪というのがちょうど水分的にも硬さ的にも、本日はご来場くださいまして誠にありがとうございます。名古屋城本丸御殿復元の願いを込めたイメージソングとして新島智子さんの歌によるきらめきの未来へを制作しました。長野オリンピックの際にはやはり皆様に愛していただける曲になっております。どうぞ世界各国の選手が大きい怪我なく、まあ、あとは日本勢が一番、うん、なあ、うん、まあ慣れてるか、すごかったらしい、ね、やはり自国開催というのはそういうのがあるわな、選手にとっても環境があまり変化せんというのは大きいやな、育ったところの環境というのはやっぱり大きいやな、空気も一緒だし、気温も一緒やし、体験してきたことしかねえ時差ないの大きいよね。まあ、確かにそうじゃな、うん、その移動疲れもないでな、うん、まあ、あとは直前まで自分の見知った土地におられるっていうのは一番大きいよな、うん、どうしても前もって稽古のためにな、一月前だと、そのぐらいから入ってもらったんだろう、そうするとやはり大変だな、入門も慣れんしな、
相手オリンピックの最中というのはなるべく自分の国の食べ物を食べるらしい、あの体に影響が大きく出るだって、選手村、選手たちが生活をするための場所に大きい食堂があるらしいんだけど、そこでは基本的にその開催国の料理が生まれる、でそこで食べたいものは食べる、あとはその各国それぞれで自分らの国の料理を持ってきておくから、すぐ作れる、だってそういったもので、体調管理をしたいものは自分らの母国の食べ物を食べる、そうやって、まあ、いわゆる、気持ちだな、状況だな、整えて、みんなが一番ええ状況を見らしてくれる。でもやはり開催国というのは、それ以上ない、優位だね。地の利というのはやはり大きいだね。なんで東京オリンピック、もうついに来年、もう来年もあとわずかで、来たりまでな。2020年になればもう東京オリンピック一色だね。いや今いろいろ言うとるけれども、まあ日の本がな、世界で一番輝く瞬間なんだね。なんと言おうと思う。そのために銭もかけとるし、準備もしとるんだ。まあいろいろあるけれども、みんなで手を携えてやってかとかな。なんだかんだ。一つ前に行われた際の東京オリンピック、もう数十年前か、の時にもいろいろあったけれども開催としては無事終わったでな、無事日の本の東京で開催されて、無事全ての競技が終わって、日の本もかなりの数のメダル取ってな、いろんな記録も出て、まあ大成功に終わったんだね。おそらく最後の最後にはきちんと大成功で終わるはずなんだけどな、それまでの過程だな。1個前の東京オリンピックの時にもいろいろあったらしいぞ、大体のものとしては公害、いわゆる建設ラッシュの草むつだな、まあ、国立競技場をはじめとして道路整備、インフラ整備、まあ、さまざまな整備やあとは新しい競技施設を作るための埋め立て地を作るためのさまざまな大規模土木工事を行われた影響で大量の人間が東京に集められ安い賃金で働かせる、そして粗悪な労働環境の中で多くの公害が生まれ、また当時は環境保護の条例なんかもそんなに対して定まっておらんような時代だでな、まあ、いわゆる工業排水の垂れ流し、また鉄を作る時のあれだな、廃棄物、まあ、空気汚染、まあ、そういったものが多く公害として影響を受けたし、まあ、働いておる者たちはもちろん近隣に住む者たちに多大な身体への影響を受けた、またそのために多くの銭が出回ったせいで、まあ、いわゆる治安の悪化にもつながる、いわゆるたくさんの人間が東京に集まるでな、そしてそういった者たちが一度に、まあ、いわゆる重労働を課せられる、土木工事というのは大変だでな、毎日同じような作業を繰り返し続けるで、どうしても娯楽が必要になってくるな、娯楽がたくさん集まるところというのはどうしても治安が多少悪くなる、その埼玉のがちょうどその時期に重なったようなもんだ。まだしかもその当時の日の本は戦後間もなく、まだ復興の途中みたいなもんだでな、まあいわゆる表向きではない組織というのが今に比べて随分と多い時期だと、まあそういった者たちがいろいろ関わってくればな、なおさら治安という言葉で言えば今に比べてかなり悪い、相当だったらしいぞ、昭和ですからね。まあ公害病、また人間関係、事件、事故、建設の基準法も今と比べてだいぶガサツなものだでな、例えばクレーンで積んだ荷物の上に人が乗ってそのまま上に上がっていくなんて当たり前のような光景だったらしい今では決してならない
今では動いておる貨物の上に人が乗ることは一切禁じられた。全く仮にやっとるところが見つかった途端に全てが中止になった。全てが中止して、その建設会社はおそらく多額の賠償金を支払わせられる。そしてその建設工事は一度白紙に戻り、どんなに完成しても今やればな。今なんか例えばちょっとした、まあ、例えば釣り上げとる荷物が落ちて、まあ、仮に人に犠牲がなかったとしてもそれだけで大幅に止まるのが半年、1年規模で作業が止まるから、まあ、いわゆる管理不届きというものが。あ、本当、わしらの子なんかしょっちゅうあるで、足場が崩れた、柱が倒れた、瓦が落ちた、当たり前のようにある。それこそわしらが生まれるよりもはるか前じゃけれども、奈良の大仏、奈良の大仏が初めて作られた際なんかは、おおよそ出来上がるまでの間に犠牲者が数千人規模で出てくる、死傷者、その多くは大体は火傷。大仏を作る際の銅を流し込む際の作業中、いわゆる今みたいに綺麗に型取ってな、綺麗に流していくわけじゃねえやで、もあの大体で作った木で土台作って周りに土はめて、その上に銅を乱雑に流していくだけの話、まあ、いわゆる跳ねた銅だの流れてきたやつがそのままぶっかかるだの何だろうかの結構あるんだ。すごい数の死傷者が出てました。まあ故に完成した時にはかなりの盛大な催しとして、まあいわゆる開眼式が執り行われて、まあ有名なものでいうと鑑真という大陸から渡ってきた僧侶が高僧が最後大仏様の瞳を開けたと言われているのが、まあ、だってどうしてもこういった土木工事というのは現世に至ってもかなりの重労働、ある種の第一次産業だってな、人類の中で一番初めにできた職業というのは大工らしい、専業的な職業として一番初めにできたのは大工だ。それは建物を作る技術に突出したものが他のものに頼まれて報酬をもらい作るようになった。それまでは自分らの身の回りのことは全部自分でやるから、飯を取るの、作るの、家を建てるの、畑耕すの、まあ服作るも道具作るもの、まあ、そんな中でどうしてもその建物を作る、場所や皆で使うような公共の施設、まあその時代で言えば倉庫だな、穀物を保管しておくと、まあいわゆる高床式倉庫ってやつ、あれを作るためにはやはり専門の職人が誕生し始めたそうで、まあだってすごいわな、人類が初めてできた職業が今の続いて、まあどうしても機械ではできん部分なんじゃろうな、人の手が加わらねばできん部分、そりゃそうだな、お府家の資料館見ても思うけれども、あんな宮大工の技術、どんなに道具が発展してもな、道具だけではやりきれんわな。前も何かで話したことがあるかもしれんが、礎石の上に建てる柱、裏側がどうなっておくか知っとる、まあ、まあ、こんなんよりもある、まあ、そういった石の上に、礎石の上に柱が立ってる、あれ、礎石よく見るとボコボコしとる、まあ、わからんな、お手作業で、手触りだけで下の形を石のくぼみに合うように削っていく、だっていわゆる石の凹凸をそのまま逆に再現して、柱の底面、その感覚というのは、まあ、目の見た目も多少入るけれども一番は手の感覚なので、手で触ってどこがへこんどってどこが突出しているかをそのまま逆に写して、あとは軽く墨をつけて合わせて、まあ、いわゆるその時点で墨が石に乗らなかった部分、乗った部分からまた
どこが出とってどこが足らんのか、うん、をひたすら削っていくと、それを一本一本やってるんだと、そうすることによって座席の上に柱を立てた時、うんうん、ぴったり柱が自立するようになる。石の上に柱立てて自立するんだってすごいやな。まあこれはおそらくどんなに技術が発展しても人の手でしかできんもんだな。あとは継承せねばならんことだ。今後こういった建築物作るに至っても本丸御殿もそういった技術が集結して建てられてるやつだでな。そう考えりゃ銭はかかるわ、歳月もかかるわ。まあそれほどまでとは言わんけれども、現在東京の方で作られている競技場等々は多くの技術が結集され、そしてそういった技術者の者たちの英知が、特に今回の東京オリンピックの競技場は木材で作られているんじゃろ、この自然の国、木材を多く産出する国として、またこの日の本の建築物はもともと木材建築、木造建築であるということから、日の本らしさということで木で作られる競技場らしいな。なんで椅子が硬いっちゅうて、なんか誰かが思ってた、椅子が痛いっちゅうそらそうだわ、木の上なんだで、石用がマシだで、ウェッジとバグジ我慢して重要って、慣れとるうちにそのうち慣れてくるわな、座っとるうちにそのうち慣れてくるわ、1100円出た、多少慣れる、まあ知らないな、地べたの上に座っとるようなもんだったら、それに比べりゃだいぶマシだな、うん、板沼座っとるようなもんだな、あ、でも早くできたら楽しみじゃな、まだ工事途中だろ、いや、もう完成した、完全完成した、あ、もう完全完成した、確か、あ、ほうか、ではあれだな、そこで開会式が大体的に行われるのが楽しみだな、来年の夏、もう席はアイドランらしいね、さすがにな、そこに80万出せ行こうとも思わない、行こうとも思わない、行くだけでも大変でね行っても宿ないし来年の8月はもう東京近寄らない方がいいなっていうのが、交通規制もかかるじゃないか、かかるでしょうね、韓国の偉いもんたちも来るだろう、泊まるとこもないですね、泊まるとこないし、まあ楽しみに待ってよ、まい、ちいとばかし離れた途中じゃけど、テレビで見れるから、よし、さあそれでは皆の衆、我らはこれにて一時退陣と相なるが、この後午後3時15時より再び皆の前に現れおもてなしをしてまいるでな、その時会えるのを楽しみにして、それでは皆の衆また会おう、さらばじゃ、お写真も撮りなっててくださいね、記念残りますよ、こちらの金シャチはあの天守閣の金シャチと同じ大きさです、よかったらどうぞ、どうもありがとうございました、ありがとうございました、こちらから皆さん